はい、ということでね、おはようございます。今日はね、ちょっと米の配達に、福山まで、ここからそうですね1時間半、2時間弱かけてちょっと行ってきます。で、そのついでにですね、尾道で僕は毎回散髪しておりますので、尾道で散髪して帰ろうと思う、そんな今日は2020年10月13日でございます。それでは今日も張り切ってハッピーチンゲンサイ。はい、それではね、行ってこうと思うんですが、まあこんだけなんでね、ロープはかけんでもいいでしょう。はい、まだ霧がね、この辺は深いですが、天気のいい一日になりそうですが、ちょっとしたドライブ気分で行ってまいります。おじゃ母ちゃん、米行ってくるけ。はい、気をつけて行ってよ。はい、はいはい、じゃあね、まあ散髪もしてくるけ。じゃあよろしく。いってらっしゃい、はい。セブンイレブンでコーヒーを買ってね、出発したいと、コーヒー飲みながらね行きたいと思いますが、僕はね、なぜかコンビニでもね、あのコンビニのカップのコーヒーじゃなくてね、この缶コーヒージョージアが好きなんですよ。ジョージアがね、いい香りしますよ、ジョージア。あ、うまい、ジョージア、うまい。よし、じゃあ出発しますか。ジョージアでね、昔もう、まあこのチャンネル見とる人はおっさん連中、昭和生まれのねおっさん連中ばかりだと思うんですけども、昔ジョージアのコマーシャルでね、女優のね飯島直子さんがね、まあコマーシャル出てましたけども、昔ね、まあ僕はこのジョージアを、まあジョージアをっていうことはないんですけども、まあサラリーマン時代営業職でやっておりまして、で、まあその社内でね、社内のキャンペーンがありましてね、ジョージアの、セールス、まあ、各営業所で、あ、各地区か、さあな、まあ、全国にあるんですけども、まあ、各地区でね、まあそういう、まあ、営業エリアがあるんですけども、各地区で、そのジョージアのセールスがトップになるとですね、その各地区で、各地区でトップになった人がですね、東京に呼んでもらいましてね、東京の帝国ホテルだったかどこだったかな、まあそこでね、ディナーショー、ディナーショーじゃない、パーティーが開かれて、飯島直子さんと、ね、一緒に食事をしようという、そういうパーティーに招待していただいたこともあったりなんかしてね、その時の写真があるかな、ちょっと写真があればちょっとここへバンと出してみますけど、ちょっと見つからんかもわからんですね。一緒に撮った写真があるんですけどね、そんな
の地、尾道福山ね、尾道福山がまあ僕の営業マン時代、活動エリアだったんですけども、そこへね、今日は米の配達へ向かいます。コメントありがとうございました。登録した人たちも本当にありがとうございました。感謝してます。今からもっと頑張るので、皆さん応援してくださいね。さあ、散髪が終わりました。今からじゃあ福山市までね、米を届けに行こうと思います。どうですか、髪はさっぱりしましたね。いや、散髪だけはね、近所に行けばいいようなもんなんですが、どうしてもやっぱり今まで慣れ親しんだとこじゃないとね。はい、それではね、福山に向いて行ってまいります。まあ、ここがですね、尾道から福山へ向かう2号線、国道2号線バイパスです。さあ、これでバ
イパスは終わりです、前方の信号から、9っていうかな、在来の2号線と合流です。ミニ福山、ミニのディーラーが右手に、これ映っとるかな。ただいま2号線を走行中でございます。まもなく、新米の届け先に到着しようというところです。右手に流れているのが一級河川の芦田川です。はい、ということで、今福山市で米を下ろしましてね、まあ昔の仕事の関係の昔の上司の男ですけどもね、昔話にちょっと花が咲いて、いろいろねお話しさせてもらって、なんかね息子さんが福山市の川口町というところでね、中屋というね、なんか定食屋さんみたいな食堂をやられとるということでね、ぜひねこれ見ておられる方でね、広島県の福山市近郊ね、まあ福山市でなくてもいいですけども、ぜひ福山に立ち寄られることがあったらですね、福山市川口町の中屋というねお店を探してちょっと行ってみてください。美味しいものが食べれると思いますので、ね、僕もちょっと今日は行けませんけどね、いつか母ちゃんと行ってみたいと思います。はい、ということで、今からキロに着くわけですが、約ここから2時間弱ですかねかけてまた家の方に帰ります。で帰ってから定食作業が待っとるんですけども、まあ、母ちゃんがねおそらく言えてくれとるはずなんですが、どうかな、今頃母ちゃん何しよるかな。ということでおそらくね、一人では多分全部植え切れないと思うんで、僕も早く帰ってね、定食作業を手伝いたいと思います。なかなか田舎にはないですけどね、ケンタッキーは。え？あ、大丈夫です。はい。でもまあ山から出た時じゃないと関係ない、この辺ないけどね。
これ昨日は蛇年の母ちゃんから蛇の顔持ってるの。鳥年の父ちゃんから鳥。It's finger licking good. はい、どうぞ。はい、ということでね、母ちゃんが今日は全部一人で植えてくれたのでね、まさか全部植えとるとはね、まあそうは言うても二畝ぐらい残っとるだろうなと思いながら、まあ帰ってきて二畝ぐらいは植えにはいけんなと思ったんですけども、さすが母ちゃん仕事が早いね。いやほんま助かりますわ。まあそんなこんなでね、母ちゃん大活躍というところで、まあ米の配達もね、毎年ね、新米を楽しみにしてくださっとるところのねお客さん、まあ個人ですけども今日は19体1件でね、まあ毎年そこは買ってくださるんですけども、まあ昔の会社のね、吉見ね、まあ、上司の方でして、まあ米を持ってったらね、ついつい昔話に花が咲いたりなんかもしますけども、でまあ散髪もね、もう若い頃からずっとこの道でね切ってるんでね、もうよそい公開行きにならんのですよね。やっぱり毎回ちょっと時間かかっても尾道まで行って、髪を切るわけですけども、なのでね、なかなかこういつもこうボーボーになってから行くんですけども、なかなかよっしゃちょっと切り行こうかという距離ではないんでね、まあそういうことになるんですけども、まあそれはそれでね、やっぱり馴染みのとこがいいですよね散髪は。というところで、今日はね、米の配達&散髪&母ちゃんの大活躍というところで、終わっておきたいと思います。それでは皆さん、ハッピーチゲン祭、母ちゃんありがとう。